石崎徹、暴行で罰金刑。本日までに新潟簡易裁判所が、石崎徹衆議院議員が昨年の4月から5月にかけて、元秘書の男性を2回殴った暴行罪で、罰金20万円の略式命令を出したことが明らかになりました。この石崎さんは、先日自民党を離党されておられますが、 比例代表で当選された議員でございますので、本来は議員辞職して自民党に議席を返す必要がございます。また、罰金刑となってしまっており、まあ、こちら、前科がつくことになりますので、石崎さんが今後も政治家として活動を続けたいと考えて、 おられるのであれば、一旦辞職をして、次の選挙で国民の信任を得るべきでしょう。石崎さんには、罰金権を受け、今後、どう対応していくのか、しっかりと説明していただくように、お願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。